こんにちは、えりこです。今回も実績者対談ということで、私のブロンコンサルコミュニティフリーデイズにご参加いただいている南さんをお招きして対談動画を撮らせていただこうと思います。南さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、南さんは先月ですね、2022年の2月に月収20万円をブログで達成されました。おめでとうございます。南さん、ありがとうございます。めでたい。本当にめでたい。よかったよかった。南さんもフリーデイズご参加いただいてから4ヶ月目ですね。で、そういった大きな成果を出すことができたんですけれども、南さんも、2歳と5歳のお子さんがいらっしゃるママさんなので、ママさんなりにどうブログを進めてきたかとか、まあ何でしょう、こう奇跡の一記事っていうのがあるんですけど、南さんのそこら辺のお話とかいろいろお伺いできればと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあまず南さんの簡単な自己紹介をお願いいたします。はい、南と申します。2歳と5歳の、子供が2人いる30代のママで、今は専業主婦をしています。はいですね。こんな簡単で大丈夫ですか？いいですよ、全然。本当に緊張しています。はい、そうですよね。で、下のお子さんが、今度の4月から幼稚園に上がるっていうんですけど、はい、まあ、ブログを、続けていらっしゃる、今も始めた時も、なので下のお子さんが一緒にいらっしゃる状態でブログを始めたってことですもんね。はい、そうですね。ですよね。はいはい。じゃあ、皆さんがブログを始めたきっかけってどんなところだったんですか？私は上の子が生まれるタイミングで前の仕事を辞めまして、うん、で、まあ、それからずっと仕事をすることなく家にいた感じだったんですね。で、やっぱり子供とずっと一緒っていうのがなかなかに辛くてですね。子供はすごく可愛いんですけど、わかります。家にいるっていうのがやっぱりしんどくって、で、まあ、ブログを始める前に何度もいろんな仕事を検索しては諦め、検索しては諦めっていうのを繰り返してた中で、いよいよ下の子がもうすぐ4月から幼稚園に入るっていう風になった時に、何かもう今度こそ仕事を始めようと思って、もう最後の検索をし始めたんですね。それで、まあ、やっぱりでも結構今も子供に追われて、なかなか仕事に出るっていうのが具体的には考えられずに、まあ、家でできる仕事っていうのをすごく探してる中で、まあ、インスタの広告にえりこさんが出てきて、いやでもちょっと忘れないと思いながら、まあ、新しくメールアドレスを作ってえりこさんのメルマガに登録し、えりこさんの教材を買わせてもらって、はい、まあ、そこからフリーデイズに入って本格的に指導したっていうのが始まりですね。そうですよね、ありがとうございます。広告、私のことを発見しないでまだ先かなと思って、こうわざわざ新しいメールアドレス作ったんです。本当に怖くて、でもやっぱり興味があって、なんかもうえりこさんのホームページとかも見て、いろんな方がこう実績者対談みたいので出演されてて、住み子かもしれないと思いながら、いろいろこう迷った結果でも登録してよかったです、本当に。そうか。そう、初めて言われましたね。もうみんな桜でこういるのかもしれない。本当に面白い。いや、そんな中ありがとうございました。信じて来てくださってますよね。で、まずその教材を、まあ、買っていただいて、その流れでフリーデイズのご案内があって、で、私ともう一人ひろきさんっていう方と一緒に YouTube ライブとか、まあ、セミナーとかやって、で、そこから紆余曲折あってこう参加してた感じでしたね。はいはい。それで、じゃあ2月に20万円を達成されたわけなんですけど、実質的にはアドセンス合格されたのが、フリーデイズ始まって、1ヶ月半くらい、12月の半ばくらいなんですよね。そうですね。そうそう。ですので、
ブログ始めて審査記事書かれてる期間はあったと思うんですけど、実際に収益化して実践してからは2ヶ月半で20万円達成という、はい、ね、めちゃめちゃすごくないですか。それってめっちゃすごいですからね。めちゃめちゃいや南さん絶対いけると思ってましたけど、本当に本当素晴らしいですね。ありがとうございます。じゃあその20万円を達成するまでのその流れ、収益の流れとか教えていただければと思います。はい、2021年の9月から実際にはブログの準備をし始めて、でそこから、ま、記事を一生懸命書いて、Google AdSenseに4回落ちました。ちょっと厳しい時期でしたから。そうなんです。で12月になってやっと5回目で合格をして、そこから収益化が始まったんですけど、初月は、個人で1100円の収益が出て、で次の月は個人だけで4500円、まあ、ヒゲズのチームブログも合わせると1万5000円になりまして、でその次の2月ですね、ここでちょっと奇跡の一記事がチームブログでありまして、一気に、収益が20万円を超えました。いいね、もうすごい、何倍ですかっていうくらいの感じに。そうですね、もうその一記事がすごかったですよ。皆さん、はい、まあ、なんていうんでしょう、こうトレンドブログっていうことですけど、こういわゆるザ・トレンドみたいなところではなくて、なんかこう世の中で本当に話題になっているこう芸能とかそういうところでもない、もうなんかなんでしょうね、ちょっと聞いてほしいなんかこう SNS でこう話題になっているようなところもあったりとか、ね、そういうところ、まあ、企業秘密なんですけど本当世の中でめちゃめちゃ話題になっているっていうところをうまくキャッチされて記事化されて、この一記事で2月だけで一記事で71万7725PV ね、なんか一つのブログでそんくらいっていう感じで、一記事ですからねこれね、本当なので記事を書かれてすぐアクセスが来始めて、リアルタイム数千、リアルタイム数千 PV、 その4桁が数日間、4日間くらい、4、5日間くらい続いたんです。ずっと、まあ、ずっとずっと見ても何千 PV になってましたもんね。で4桁終わった後の3桁もややしばらく続いて、うん、それもずっと続いたんですね、うん、2桁もまた続いてって、だから1ヶ月まるまる結構アクセスがずっと続いてて、だからその多分他の記事のアクセス数を見ると、うん、その記事だけで多分15万ぐらい2月行ったんじゃないかな。行ってますね本当ですよね。感じですね。はい、もうすごいですね。まあ、その1月チームブログにねみさんご参加いただいて、そのチームブログはフリーデイズの皆さんで参加したメンバーでこう一緒にやってるっていうブログなので、まあ、かなりブログパワー、ドメインパワーは強いところではあったと思うんですね。こうみんなで記事入れをしてってこうどんどん上げていこうみたいなところなんですけど、そうは言ってもやっぱりこのネタとかキーワード次第でこうアクセスあるものもあればないものもあるっていう中での大爆発で、もう2月本当トップですもんね。その南さんの記事がチームブログ皆さんにも何記事も何百千は言ってるかな、千記事とか言ってる中で、うん、堂々のトップの南さん本当にすごい。いや、そのチームブログなんでこう皆さんでこうねアナリティクスを見ることができるんですよね、その一つのブログ。なのでもう皆さん参加されてるメンバーさんも南さんすごいもう賞賛の嵐で、もう毎日大興奮させていただいて、まだ来てるね。夜とか見てもすっごいアクセス来てて、ね、すごかったですね。ずっと見ちゃいましたね。ずっと見ちゃうんですよね。だから本当にそのブログっていうのも本当可能性があるなっていうことをやっぱり南さんのその一記事、季節記の一記事で感じさせていただきましたし、
なんでしょう、こう世の中の人が話題になってることをうまくちゃんとキャッチできて、しっかりそれをそれに対する答えを書いて記事にしていければ、あの、ね、価値提供もできて、そのそれに対する対価もいただけてっていうところで、いやブログ素晴らしいって本当に思いますよね。素晴らしい、本当に素晴らしい、ね、本当ちょっとよかったよかったで、まあ、そのチームブログでめちゃめちゃアクセス爆発で、も個人ブログも順調に伸びてますもんね。その2月も1万3000くらいは行かれてるんね、はい、ですよね。そうですね。よかったです。2ヶ月半であれですし、もうだから、じゃあでもその、みなみさんがお子さんも一緒にいらっしゃる中、上の子さんもそんで幼稚園ですもんね。はい、幼稚園なので、あ、そうそう。よく作業会とか、昼間作業会とか一緒にさせていただくんですよね、あのコミュニティの中で。その中でみなみさんいつも車になるから。ちょうどねお迎えの時間がね、お迎えの時間ですね、そうですよね、ありがとうございます面白くて本当にで、そうなんですよ。なので南さんがその作業時間的なところとか、一日どんな風にブログ進めてるのかとか教えていただければと思います。はい、やっぱり子供がいるとなかなか作業ができないので、うん、一応まあ、エリコさんから教えていただいた朝活を中心に朝3時に夜中の3時に起きて6時まで作業をして、うんうんうん、でそこで一記事まずは書いて、うんうん、で、まあ、午前中上の子を幼稚園に送り届けてから、まあ、下の子の機嫌が良ければ遊んでてもらって、その脇でちょっと作業をするっていうと、うんうんうん、夕方また上の子が帰ってきてから調子が良ければまたそこでもちょっと作業させてもらって、うん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 、でも夜はやっぱりちょっと一緒に寝ないとまだダメなので、一切、うんうん、作業はすることなく、もうとにかく早く一緒に寝ちゃうっていう感じですね。はいはいはい。なので、まあ、最低一記事、うんうん、いければ三記事っていう感じですね、うん、なるほど。じゃあ本当に昼間は、まあ、お子さんの機嫌次第っていうところで、うん、もうしっかり集中して作業できるのは朝3時から6時の間のことなんですね、はい、なので朝起きれないともうその日は結構やばいっていう感じですね。朝起きれない、やってしまったっていう感じになりますそうなんですね。でも夜はねお子さんと一緒に寝ちゃうのがいいですよね、絶対。そうですね、うんうんうん、なんだろう、で朝はお子さん起きてこないですか？ママが起きちゃうとお子さんも起きるのが早くなるっていうのがあるあるなんですけど、結構うちの子たちはぐっすり寝てて、うんうんうん、声かけても全然ありがたいお母さん3時に起きるとき一緒に起こしてねって言われるんですけど、全然起きない起きないかけてもそっか、お子さんもママが3時に起きるって仕事だから3時に起きるからって何の仕事だって思いますよね、3時に起きる仕事でもね、その時間にできるって、まあ、すごいいいことですよ ね、 そうですね。昼間お子さんとの時間も大切にしながらっていうところが、しかもそのね36時って、まあ、頭もさえ渡ってますし店が結構ね落ちてることも多いので、すごいいいブログ、ママさんでブログやってる方には本当断然おすすめしたい時間帯なんですけどね。よかったよかった、それを実践していただけて、はい、そしたら、じゃあ一記事、そうですね、まあ、お子さんの機嫌次第一日一記事で、じゃあその3時から6時の間に一記事、そうですね、じゃあ一記事仕上げるのには 2,3 時間かかる感じですか？とネタにもよるんですけど、すっごい早く書けるのは、うんうん、もう速報とかだと40分とかで書けるようにはなったんですけど、うん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 、本当に人物系でこう結構ガッツを入れてまとめなきゃいけないやつとかは2時間とか2時間半とかかかっちゃうこともありますね。そうですよね、そうですよね。で、まあその3時から6時で頑張って一記事仕上げて、お子さんの、機嫌があまりよろしくない時には昼間一切やらずに、なんか隙間時間でこうできることとかなんかやってますか？あ、そうですね、ネタ探しをとにかく一生懸命うんうんうん、やるのと、あとやっぱりコミュニティがすごく活発なのでチャッ
を追うのに結構必死でそれを日中に結構でもそれ必死でもなんか追いつけてなくて反応できないことも多々あるんですけど、うんうんうん、見てはいるんです。そうだよねとか分かるっていうのとかあ勉強になりますっていうのがいっぱいあって。そうですよね。やっぱママさんが多いのでなんかすごい共感できることとかなんか頑張ってほしいなって思うこととか、ね、あとはそれこそブログに関することとかのシェアもいろいろあると思いますし、あとは南さんの書き込みもたまに書き込んでくださることがもう私本当ツボでいつも。なんか先ほど南さんがフリーエイズにご参加いただいた時 の, プロフィールシートみたいのを見返させてもらったら、特技が何でしたっけ、冷蔵庫の中身になんとかご飯をやりくりすることって書いてそんなこと書いてましたか。はい、面白い。もう激受けしてました、さっき。必死ですからでも必死なんですよ本当に。なんとかできないとまた買い物なくなっちゃうんですからね、そこでなんとかできないと。面白い。なんかもうその普段の書き込みとかもすごく面白くて、そのコミュニティを盛り上げてくださってるもう存在でありがたいなと思うんですけど、でなんかそういうところをねきっとブログにも生かしてというか、しっかりと文章化できるってとこすごいスキルだと思いますし、いやもう良かったですね本当に、ちゃんと出せて、はい。南さんがこの10万じゃ20万達成した時に一緒にメッセージを書いてくださってて、なんか私 と,、ひろきさんのセミナーかな、 YouTube ライブかなの時になんかブログは何もしなくても稼げるものではなくて、なんかでもやったらやった分だけ成果となって自分に返ってくるんですよみたいなことを私とかひろきさんが伝えてて、なんかそれをすごい信じてくださったってことがすごい嬉しくて、ね、本当にそしてそこをちゃんと体現されてる、実現されてる南さんに感動です本当、うん、本当に詐欺スタートで入ったので本当にひろきさんとえりこさんの言葉はちょっと私の中では決定打になった、そっか、信頼できるっていう言葉だったので本当に信じてよかったです。よかったです、信じてもらえて。本当ですよね、メールアドレス変えて変えるくらいまでだいぶ疑ってでもね、いや本当南さんもおっしゃってましたけど、インスタとか、まあ、他の広告とかいっぱい出てきますもんね、こうウェブビジネスとか。そうですね。でやっぱりこの1日何分の作業でいくら稼げますとか、これだけの作業でこんな出ますみたいなとか、放置でもどうとか、うん、ね、もちろんね、そういうのもきっとできることはあるかもしれないんですけど、でもね、ちょっとやっぱ疑ってかかっちゃう。そうですね。ね、ちゃんとこの正しいやり方を正しく継続して、ね、ちゃんと本当続けていければ、その成果が出るのにはもちろん個人差はありますけど、周期につながってくるってことも間違いないと思うので、南さんのこの対談動画を見て、また、こう怪しいんじゃないって言ってる方がネズミコウなんじゃないってこう一歩踏み出してくれればいいなと思いますね、面白いじゃあ南さんの、まだブログも始められたばっかりですけど、今後のなんか夢とか目標とかそういったところがあれば教えていただければなと思います。はい、今回20万円達成できたのが、やはりチームで皆さんがブログのパワーを底上げしてくれた中でやった20万円だったので、今度個人ブログで10万円達成っていうのをまず一つの目標にして、ちょっと直近は頑張りたいなっていうのと、まあ、ゆくゆくはサイト M&A をするのと、外注さんを使ってもうちょっと自分の負担を減らしながらブログ運営をできたらいいなと思っています。最終的には月収100万円コンスタントに出せるような人になれたらいいなと思っております、うんうん、はい、そんな人になりたいですね、っていうかなりましょう絶対あれですね、本当ブログの今こうしっかり続けていっていただいて、まあ、サイトにまんでブログを売却したり、また新しいブログを立ち上げて外注さんを使ってブログを作って、またサイトにまんでみたいな、こうね、ブログ職人みたいなのもすごいできると思いますし、
あのブログは本当可能性にあふれてると思いますので、あのもう、まあ、コンスタントに100万稼げるママにぜひ南さんにもなっていただきたいです本当に。はい、そしたらあの南さんがあの子育てしながらもう家事もしながらブログを続けてこられて、きっと同じような状況のママさん、また言いますけどこう疑ってるっていうママね、に向けてなんかアドバイス一言いただければと思います。はい、まあ、ちょっと私がブログを始めたかったきっかけが子供のためとかではなくて、本当にあのもう仕事からだいぶ離れて自信喪失をしてしまった自分のためっていうのもあったんですね、うん、なのでまあちょっと子供とずっと家にいて、でも仕事したいけどちょっと状況的に仕事できない、外に行くのは難しいっていうお母さんこそ、ブログっていうのがあの自分の時間の使い方次第でどうにでもなる仕事なので、そういうちょっと家にいて苦しいっていう思いをしているお母さんこそぜひブログに挑戦してもらいたいなというふうに思います。本当にゆりこさんとひろきさんは全く詐欺ではなくて本当にサポートをしてくれる熱い熱い先生なので、あのちょっと興味がある方はぜひあの話を聞いてみるのがまずはいいかなと思います。ありがとうございます。また言わせてるみたいな感じになっちゃってますね。なんかあんまり詐欺じゃない詐欺じゃないって言うと余計怪しいんですけど、本当に詐欺じゃないで努力をしないと稼げませんからね。そうですよね、あのでもちゃんと本当そのやり方を、うん、あのしっかり正しく継続していければ、あの本当収益につながってくることは間違いないと思いますし、ね、あのなんかあの南さんの前にも対談させていただいた方がいらっしゃったんですけど、やっぱりそのもちろんあの南さんと本当同じで、あの子供はすごく可愛くて大切にしたい存在で、あのもうそれは間違いないけど、でもやっぱりこう自分が夢中になれる何かとか、あとしっかりとこう自分で稼ぐ力みたいのをこう身につけたいっていうところからやっぱブログを始めたっていう方もいらっしゃって、そういう声もたくさんいただきますし、でやっぱこうママがまだ子供がちっちゃい中で、まあ、幼稚園とか行ってたとしてもこう外に働きに行くなるともう超忙しくても自分のね余裕がなくなりますよね。もうで自分に余裕がなくなってもう家が大変なことになってとか、ね、子供にちょっと辛く当たっちゃったりとかっていう風になっちゃうのがね目に見えてますし、私も実際本当そこからブログを始めようっていうところだったので、そこを見据えてブログを始めた、またもちろん自分のためにっていうところもあると思うんですけど、そんなきっと南さんと同じように悩んでる方きっとたくさんいらっしゃいますよね世の中には。自宅で働きたいっていう方には本当ブログっていう選択肢はもう素晴らしいものだと思いますし、うん、怪しいと思わずになんですまだまだ怪しいって思ってる方がいらっしゃると思うので、なんかこういう南さんや他の方の対談動画を見ていただいたり、あとそのブログってこう南さんの季節の一記事もこう芸能とかそういうことだけじゃなくてちゃんと世の中の需要っていうものを捉えてそこに価値提供していくってことができればすごい収益にもつながってくるっていうのもお分かりいただけたと思うので、はい、素敵なお話をありがとうございます南さん、ね、こちらこそありがとうございます。はい、これからまたブログでどんどん大きく月収100万円稼げるように一緒に頑張れればと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ今日は貴重なお時間、そして綺麗にこうしていただいてありがとうございました。ありがとうございます。はい、またこれからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ失礼いたします。